僕の家の裏山にはうっそうたるブナの国有林で取り巻かれていまして、冒険のためにその山の中に入って山の頂に登ることがとっても楽しみでした。一本杉という大きな杉の木があって、そこまで登ると山の向こうの向こうの隣の村や町がぐっと見渡せていく。それで秋田県で一番高い鳥海山という山がそびえている。そういうのを見るの楽しみでしたね。曇っていると鳥海山は隠れて見えないのでね、子供心にふーっと息を吹きかけて雲よ晴れろっていうようなことして遊んでましたね。僕は1939年生まれのこの日本の横手市で生まれ育った漫画家の矢口貴雄です。